こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。奄美大島海峡を中国原子力潜水艦が通過後、太平洋へと向かった2020年6月のことだ。海上自衛隊からは B1 哨戒機、護衛艦加賀がすぐさま現地へと向かい、対応任務に当たった。日本では中国の潜水艦はデータ取りできており、今回は逆に日本の潜水艦への対応力を試しているようだ。そこまで日本を甘く見ない方がいいだろう。なぜなら、さらなる次期潜水艦の開発が進んでいく。では、そう、流型潜水艦の次は、どんな潜水艦か見ていこう。軍事技術には、さまざまな新機軸が投入され、それが定着することもあれば、一定の条件を満たすものへの導入に止まる場合も多いが、そうした技術の潜水艦の代表例がポンプジェット式推進だろう。潜水艦におけるポンプジェット推進は、アメリカやイギリス、フランス、そしてロシアと中国などのほぼ一部の原子力推進型の潜水艦への限定的な導入に止まっている推進方式となっている。この最も先進的に思えるポンプジェット式推進が一部の潜水艦のみに採用されるに止まっている最大の理由は、最大でおよそ30ノット以上の高速でなければ、従来のスクリュープロペラに効率で劣るためだ。アメリカ海軍が当時のソ連をあらゆる面で凌駕するために、惜しみなく、コストと技術を投入したシーウルフ級潜水艦には、ポンプジェット推進方式が採用されているが、水中最大速度は35ノット以上とも言われている。これに比して、海上自衛隊の潜水艦は、もちろん通常動力型であり、最新鋭の、そう、流型、等流などでの水中最大速力は20ノット以上と、低速であるため、ポンプジェット推進は採用されていない。海上自衛隊の装備品としては、潜水艦の兵装ではあるが、最大速力40ノット以上を誇る97式魚雷や89式魚雷にはポンプジェット推進が用いられており、その速度での優位性を取り入れたものとなっている。ポンプジェット推進は、推進する本体が周囲の水を取り込んで、それを勢いよく噴出することで、高い推進力を得る技術であり、潜水艦以外でも高速な水上艦艇に採用され、レジャー用では水上バイクなどに用いられている。前述したように、およそ30ノットを超える速力以下では、エネルギー伝達効率が既存のスクリュープロペラ方式に劣るほか、機構が複雑な上、それゆえに高価になりがちな特性が採用される艦艇の種類を限定しているんだろう。反面、ポンプジェット推進のメリットとしては、高速を実現できることに加え、噴出する水の向きを調節し、進行方向を変える特性上から舵が不要となり、かつまた、水深の浅い状況下でも航行させられる点が挙げられる。
ただし、これらのメリットのうち、ポンプジェット推進を採用している潜水艦が目的としている部分は、やはり水中航行時の速度にあると考えられ、それ以外は、副次的な特徴に過ぎないと言えるだろう。ちなみに、通常動力型潜水艦において、2020年現在において、最新の仕様となっているのは、X 字型の舵と1枚のスクリュープロペラであり、そう、龍型も、ここの構成を採用している。X 字型の舵は、それまでの十字型の舵を進化させた機構で、十字舵の場合、4枚が、それぞれ上下左右の向きを担っていたものを、仮に、どれか1枚が破損したとしても、他の3枚でカバーできるように、改良されたものだ。加えて、十字舵の場合には、海底への接触で舵を破損することのないように、舵自体が船体を超える長さにはできないが、これを X 字にすることで、長さ、表面積とも拡大することができるため、運動性能が向上している。これは、具体的には、十字舵の親潮型潜水艦と比べ、X 字舵の、そう、龍型は、約3割の旋回性能の向上を実現、浮上に要する時間も、短くすることに成功しているとされ、より機敏な動きが、可能となっている。また、かつての潜水艦は、スクリュープロペラが2機だったものが、近年では、1機となり、それに伴い、スクリュープロペラの羽の枚数自体も3から4枚が、5から7枚へと増加する傾向が見られている。これにより、スクリュープロペラの羽の形状も、3から4枚の頃の全体に幅が、広面積なデザインから5から7枚では L 字型に尖ったような形状に変更され、潜水艦で重視される静粛性の向上が図られた形状となっている。身近な存在では、現在の家庭用の扇風機などでも5から7枚の羽を持ち、その形状は L 字型をしており、これも稼働時の風切り音を抑えて、静粛性を高めるという潜水艦と同様の効果を狙ったものと言えそうだ。海上自衛隊では現在の最新鋭艦の双龍型に続く3000トン級の潜水艦も建造を開始しているが、こちらも、そう、龍型の能力をさらに高めたその延長線上にある仕様とめされ、新機軸は少ないように見える。すでに、この3000トン級潜水艦の次級となる艦艇の設計も開始されているようだが、いかに、リチウムイオン電池がその能力を高めても現状ではポンプジェット推進を有効にできるとは考えがたいようだ。しかし電池技術の進歩以下によってはそうした予想を覆し、ポンプジェット推進のメリットを活かせる通常動力型潜水艦が建造される可能性もゼロではないかもしれない。現在のリチウムイオン電池をしのぐ可能性のある電池としては、固体電池。
空気電池、燃料電池など複数の方式のものが基礎研究の段階から実用化に向けた段階へと進化していくこともあり得るだろう。